ややらられたらやり返す人生倍返しだなんと私ですよ皆さん BTS って韓国のアイドルグループの BTS いますよねあれの映画の上映の,のコンサートがあってコンサートを映画で上映するっていうのがあって2022年のやつなんですけれどもそれの 4DX。 4D ってあの体感できる椅子が動いたり煙出たりするやつあるじゃないですか。あれのやつがあって僕ずっと見たかった 4DX スクリーンっていうあのスクリーン X っていう3面前右左がスクリーンになってるってやつを体験したくて行ってきたんです。これちょっとねまずねちょっとファンの人怒らないでください。本当に。僕別になんか冷やかしで言ってるわけじゃないんですよ。BTS の まずその 4DX スクリーンっていうのを見たかったの。プラス、僕、イカゲーム韓国のドラマすごいと思うから、コンテンツ市場としてどれだけの、あの、トップを走る、世界中を、ね、世界でもトップを走るぐらいの BTS さんですから、どれくらいのライブパフォーマンスでどれくらいの演出をしているのかっていうのをちょっと探求したかったんですよ。見せてもらおうか。 BTS のファンがアーミー、その軍隊のね、アーミーって言われてるのは知ってるけど、それ以外何にも知らない。それだけ。だから僕一応緑の、 アーミーだからな、多分、多分緑かな、明細かなんかなんだと思うんですけども、イメージカラーが。だから、直前でこう、ちょっと緑の服ないかなと思って探して、やっとこの緑の服で一応行った。あとはもうなんか何にもグッズも何にも、あの、応援上映なんですよ。発生して応援していい上映、すごくないですか映画館の中で発生振り付けもありなんですよ。ちょっと振り付けもありだけど、振り付け僕勉強しようと思ってちょっと見たけど、ちょっと複雑すぎてわかんなかったから、とりあえずもういいやと思う。とりあえずもうあったのが、もう本当にこれ、タオル、 これ、ジェフチバのタオルなんですよ。サッカーの J2 のジェフチバのタオルなんですよ。もうこれも、もう緑だからこれもいいやと思って、これで行って、タイリウムってこの棒あるじゃないですか。棒ね、これ持ってっていいんですよ。だから、家にあったの、僕本当はいろんな色に光るやつがあったけど、それ3日ないからもう黄色に光るやつ、これ,だってこれ持ってこうと思って、これ持って、あと、ちょっと、職場で、ちょっと BTS の情報を教えてって,って、ちょっと知ってる情報を教えてって言ったら、 ジミンっていう人となんか僕聞いたらそのジョングクっていうんですけどもなんかジ,オンあそジオングじゃないですかっつってだからジオングガンダムのねこのモビルスーツのモビルアンマーかなこれジオングっていうのがいるんですけどもジオング持ってきました一応これだから僕応援グッズとしてジェフチバのタオルとこの黄色いサイリウムとジオングを持ってくっていうのをやったんですよもう僕ファンにちょっとこれ殺されるのかなと思うぐらいちょっと怖かったんです僕としてはだって満席なんですよ 満席の中僕こうジ、ジェフ千葉のタオル着た、これ着ててるやつ、ジオング持ってるやつがいたら、多分殺されるかもしんないなと思いながら、ドキドキしていったんですけども、その結論から言います。まず、タイトルちょっとね、ややこしくして申し訳ないんですけども、結論から言いますと、3回泣いた。け感動して結構あの。曲が全部かっこいいです。僕、全然あんな分かんなかったんですよ、どんな曲歌うかも。これもう怒んないでください、ちょっと。怒んないでね。 僕、本当に分かんない人が言ってるっていう体で見てくださいよ。ただのガンダムファンが言ってると思ってください。あの、宮野守さんみたいな人いました。もうかっこいいなとこ、って、宮野守いいんじゃんと思って。宮野守みたいな人が一人います。これ、ジミンっていうんですけど、格好の人かっこよくて、わーって言って。僕、だから、ジミンと、あと、ジヨング、ジョングクを応援してました。でね、感動するんですよ。もう、待って、まず、すごいのが、まずね、 初めに入ってあれこれなんか3面スクリーンじゃないのかなと思ってなんかスクリーン別に前にしかないんですよそしたら始まる前にあなた方前をご注目くださいっつって出てくるんですよ V にこれか、ね、これは別に BDS 関係なくてあのスクリーン XDX スクリーンの説明が初めにバーンって入ってて人間の可能性をこれだけ狭めてしまっているみたいな感じになってしかしここから 新たな体験をご覧いただきたいっつって、ババーンって横に広がるスクリーンが、広がるっていうよりは多分、右と左はスクリーンなんじゃなくて、プロジェクションマッピングみたいな方法で映してるんですよ。壁。まあ、映せるような壁になってるから、バーンって映ってるから、完璧なスクリーンではないんですよ。だけど、横映るんですよ。それで、まず、ファンの皆さん、アーミーの皆さんは、うわーっつってなるの。もうそこの時点でわーってなってる時点で、僕ちょっともう泣きそうじゃないけど、ここで、この時点で嬉しくなっちゃって、すごい。 あのね、まずね、僕1個失敗したのが、あのね、アーミーのファンは、これ棒じゃないんですよ。丸いの。なんか丸いなんか電球みたいな、ライトみたいなのをみんな持ってて、あ、これ失敗、もうこれ出番ないわと思って。もうこれは出番ないと思って。しかも、なんかね、緑なんですよ、基本的に。黄色ないんですよ。緑なの、緑。 これブラただのブラジルファンの格好なんですよ。緑は合ってたんだけど、黄色ちょっと違かったんですよ。だから、そっともう股の間にこうやってしまいました。ジオングもそっと、もうこれはあかんなと思って、あのドリンクを置くとかあるでしょ。ドリンクホルダーの中にそっと置きました。 で始まったんです。絶対合わせ、僕結構初見でも合わせられる自信があるんですよ。なんかこう、掛け声とか、ーなーみたいな感じで。すごい、字幕出るから大体わかると思ったのは歌も歌詞出れば、まあ歌詞でも見てようかなと思ったんだけど、字幕歌う時一切ないです。歌詞すら一切ない。だから、もうかんない言葉ずっと延々2時間近く。だからほとんどが歌じゃないですか。聞かされるんですけど、それで僕泣きましたからね。 BTS ね、かっこいい。普通に、ラップみたいなのが多いんですよ。で、ちょっと攻撃的なラップ。ハンドンドこれすごいですよ。あの、こっからけ、まぁ、あ、その、あの、シュシュって、あの、風出るじゃないですか。4DX だから。そのラップの、あの、ちょっとね、攻撃的なラップが多いんですよ。だから、攻める感じ。だから、甘いスイート系っていうよりは攻撃系なんですよ。あの、かっこいいのだから、男が見てもかっこいいっていうのが BTS の楽曲っぽくて、 <laughs> 風とかだからむちゃくちゃ合うんすよ。あのライブで揺れ椅子揺れて、僕もこうやって乗っていくじゃないですか。風がシャシャって出るのとかって、<laughs> バーンってなるか。なんか、あのスキャットマンバーンみたいな。とにかく、だってスキャットマンジョンって言いますよね。スキャットマンジョンっていうのは、スキャット語っていう、まあ架空の言葉ですから、あれでスキャットマンでピーパ,パパパラポー。 「スキャットマンジョン」って分からない言葉でこうやって人を感動させるっていうコンテンツだったじゃないですかだからそう考えると別に分かんなくてもいいんだなと思ってむしろ分かんないぐらいのがいいのかなと思って僕分かっちゃうと。 なんかこれ変だなみたいな言葉で結構たまに日本語のラップとかって結構特に思っちゃったりする時があるので意外と分かんなくていいんだなと思って僕そんでちょっとバラード系の時本当に涙出てきちゃってバーって勘で12曲終わった後これから自己紹介まあ韓国語でね喋るので自己紹介入りますつっておゃてって,ってあこれが自民かあこれが出てるミの守さんあこの人は自民かみたいなあと全員かっこいいんですよ HOPE 皆さんの希望ですってまあ韓国語で言うんですよ HOPE 希望の希望って言ってる、スター・ウォーズのファンなのかな、この人と思ったんだけど、J、J‐HOPE って名前で、J、J‐HOPE ってなるんですよ。そしたら俺2回目も、J、J‐HOPE ってちゃんとできましたから、追いつくんですよ。で、かんで、なんか可愛いんですよ。J‐HOPE はちょっとなんか弟みたいな感じで、ちょっと可愛くて、無邪気な笑顔をするんですけども、全員かっこいいです普通に。あの、結構ヒょロいっていうよりは、ちょっとまあまあね、シュッとしてるんだけど、まあまあちゃんとがっしりしてる体つ好きで、全員。 かっこいいの、もう、全員、だいたい攻撃的なの、基本的に。で、なんかちょっとオシャレメガネとかあるじゃないですか。例えばなんだけど、なんかこういうオシャレメガネとかをこうやってつけ、途中で、こう、ジーパンとかに着替えて出てくるんですけど、こうやってメガネ上げたりするのとかをちょっと演出にして、ね、で、だから僕思ったのが、僕どんだけの演出するのかなって思ったら、その韓国のコンテンツがやっぱすごいって言われてるから、このライブでどんだけすごい、ドガーンって、なんか、 ココメメクラブみたいな感じになるのかなと思ったらそうでもないんですよ花火とかもそんなに使わなくてまあ後ろのねあのモニターみたいなのはまあバンバン使うんだけれどなんかすごい仕掛けとか紙吹雪とかみたいなのはそんなにいや全然なかった楽曲の言葉の強さがあるからそこがやっぱすごいあとねなんかね松田龍平さんみたいなのがいる松田龍平さんにそっくりなんだやっぱね松田龍平ってかっこいいんだなと思って何にも僕知らずに行ったからもうプサンなんです。 プーサンプーサンジャンプってね、面白いのが、皆さん立ち上がってください。立ってください。あのね、すごいうのがライブじゃないですか。ライブの映像だから、立ってくださいって言うんですよ。ライブ会場の人には。だけど映画館って立っちゃダメなの。この 4DX だからところに危ないから絶対立っちゃダメですって初めに映画館の人に言われるんだけれども、BTS の人は座ってる人いますね。 立ってくださいどうぞどうぞ皆さん立ってください飛んで飛んでジャンプしてくださいで、絶対ジャンプしちゃダメって言われるの,あの初めに池袋のグランドシネィサンシャインの店員さんにちょっと飛んだり立ったりは絶対ダメですね危ないから皆さん飛んで飛んでって言うのがちょっと俺面白い、ま、たさすがに誰も飛ばないですけどでもうわーってなってもう僕の隣の人とかもすごい応援しててで1回だけ黄色来たらなんか黄色の曲があって多分俺1回ぐらい黄色の曲が来るんだろうなと思ったんですけども来てあっ 黄色い曲来たと思って俺これでこれちゃんと暗いと光るんですけども「うわーうわーってなったらこれちょっと僕聞こえ後ろの人に言われたんだけどあの人だけちょっと棒だよねって言われたら「あの人だけ棒じゃない?」って言われて「やばいやばい俺バレると思って「うわーいおいおいおい!」みたいになってちょっとそこでもう二度と出番だから、そこでもうスッと隠しました。これバレたらやばいって こジェフななののもちちゃうとと思ってどっちかと思っっってどかたのすごいけなされるかファンの人にそれか逆にあがめられるかなと思ってあれあの人何あの緑と黄色のタオル私全部のグッズチェックしてんのに私が持ってないグッズ持ってると思って逆にあがめられるかなと思ってこのジオングもちょっと待ってあのかこれ BTS の超 限定グッズかもしんない。あの人もしかしたら凄まじいマニアかもしんないって思われるどっちかだと思ったんですよ。2時間映画あるじゃないですか、そのライブコンサートが。本当にあっという間だった。俺、結構これね、どっち本当にこれもどっちかだと思って、すごい退屈かもしんない。だって全然知らないアイドルのコンサート行くんですよ。全く脳知識で。 しかもこう男は男のまあ別に男が行ってもいいと思うんだけどま男のコンサートでこう接点あるのかなと思ったら普通に本当に2時間あってなったらもうもうすぐで2時間あってまで終わってしまいますって言ってメンバーの人にちょっとかあのうずくまって泣き出しそうになったりしてるんですよ。で結構みんないい子なんですよね性格が。皆さん一緒に年をとってこの思い出を持って帰ってどうかこれからも。 でコロナだったからやっぱ久しぶりのライブだったらしくてまた会えて本当に本当に嬉しいですっつって皆さんで,でいいこと言うんですよ。皆さんこれから一緒に年を取っていきましょうって言って最後エンディングのトークでそのエンドロール流れてる時に喋りが入るんですけども。 ちょっとしゃがれたおじいちゃんのモノマネして韓国語で言うんですけども「どうも70歳の BTS でーす」って言うんですよちょっともう感動しま僕たちもね僕も30に近づいてアイドル美っていうのが出てきましたとか言うんですけどでなんかすごいいいなと思ったのが一番最後も終わるよで一番最後の曲だよの時に一番最後の曲が終わったあともう一曲みたいななんかあって電車の中乗るんですよあの右端にですねその端っこに電車 電車の車の両ちょっと古めの,あの電車の車両があっての作り物があってセットがあってその中に全員乗り込んでるんですよ。 でこうやって乗り込んで、席に乗り込んで、窓からこうやってみんなを見てるんですよ。こう、客席をこうやって。で、そこで歌い始めるの。これ、これすごくいい演出じゃないですか。全員があの同じ車両、一つの車両に6人乗ってて、7人でしたっけ、そんな乗ってて、もうすぐこの電車がは、この、この列車が発車しちゃいますよっていうのを予感させる演出なんですよね。だから、この列車もうすぐ、もう最後の便が発車しちゃうようで、バラードをこう中で歌うっていうのは、これもう泣けてきますよ、僕。これ、 そんなお金かけてないっていうか、僕これ、電車このまま走んのかなと思って、終わりでブワーって、それぐらいのすごい派手なお金かかってんのかなと思ったら、これで終わりなんですよ。この歌終わった後みんなまた出てきて歌うんですけど、これいい演出だなと思うその辺にちょっとセンスがあって、普通に金かけりゃいいってもんじゃないんだなってちょっと思いましたね。やっぱファンも、こうなんかやっぱ曲いいね、みたいな。BTS やっぱ全曲かっこいいね、見たくなるんですよ。 もうファイヤーなんか、ファイヤーでん、でンダん、でん、でンみたいなやつだと、ブワーって本当にここから熱風出てきますから。あ、いよいよ熱風来たと。僕この間熱風あんまりいらないんじゃないかって言ったけど、この時の熱風はちょっとかっこいいですから、ブワーって。いや、来た。 ねあのー、BTS というのはなんか防弾少年団みたいな名前のな由来なんですよね、この BTS の略が。だから、あの差別や偏見などをから守るんですって、10代、20代の若者たちをそういう風なメッセージを発信していく。なので、ちょっと僕もね、あの差別と偏見からこう僕のこともね、ちょっと。あのー 変な偏見で見ないでいただきたいんですけども。で、すごいんと3面だから、本当に前にメンバーいるでしょ。で、他のメンバーが花道、ライブ会場ってさ、立ち位置によって、ここに花道があったりするとここでしか見れないとかあるじゃないですか、目の前で見れる。こう来るんですよ、こうやってこっちの方に、おー、みたいな。 さすがに僕誰が誰かもはっきりすぐにはわかんないからあれだけど、でもこれわかる人だったらもっともっと超楽しいだろうなと思って、だから日本の例えば AKB のライブとかでも全然いけるじゃないですか。もう毎回満席なんですよ。僕毎回満席で平日でも毎日満席だからいつこれ、いつチケット取れるんだろうなってのがわかんなかったから僕取ったんですけども。 で、レビューもなぜかしら星が5なんですよ。もう、もう映画、映画で星5って普通ありえないんですけど、もう星5ついてるんですよ。だから、だから見に行ったんですけど、そのスクリーン X の凄さも見れたし、BTS の楽曲確かにすごいな、かっこいいなっていうのが分かった。これも言葉を超えてくる感じがしましたね。これ幸せですよ、これ。 あのラップの感じ全部わかるんでしょ映画と多分韓国語が結構混ざってるんで、韓国人の人はこれわ、ま、かるって結構いいなーと思う。僕が韓国人だったら絶対ファンにむちゃくちゃなりますよ。あれかっこいいもん。こんな感じでですね、70歳の BTS、20年後も30年後も BTS やっていけるんでしょ僕たちはやっていきたいと思いますって彼らは言っていたんですけども、70歳の BTS 見れるのかという。本当に結論から言いますと、 マジで僕3回泣いいちゃうぐらい感動しましまた全くの知識の人間が、えー、BTS の発声応援ありの上映会に行ったらどうなるのかっていうレポートでしたそんな感じで大事なのはいいねとチャンネル登録だよろしくお願いいたしますタペンサーは直樹でした